はい、というわけで始まりました、続きはウェデでございますけどね、はい、さくらがですね、今回でしばらく提供お休みということで、提供が最後になってしまいましたけれども、皆さん店長、先頭を聞きましたでしょうか。店長、ね、はい、あの CM の時の店長の人はどこに行ってしまったのでしょうかね。来週あたりゲストで来るんじゃないですかね。いやー、どうかなー、ちょっとカルチャーセンター、違うわ、カルチャースクールセンターって何。カルチャーセンターって、あ、昔あったやつか。いや、今もあるでしょ。あないのかな。あ、なんかそうだね。はい、というわけで、そんな昔の話をしてるおじさん、おばさんはともかく姉さんです。ちょっと振りひどくないですか。でもまあ自分もおじさんのくくりに入れたからよしとする。そうだよ、いいんだよ。なるほど、グレーゲー見てください。私今忙しいんです。そしてまた今日も、ね、今週もちょっと、今週も忙しいんだよね。まだ忙しいんですよ、うん、ラメイベ走んなきゃいけないんで。私ちょっと自慢していいですか。はい、リゼルスイマー200万ダウンロード突破してるんですね、うん、でそのランキングみたいなのがあって、そのアリーナっていうのとラメイベの方があるんですけど、私ラメイベはだいたい3000番台にいて、アリーナの方は1000番台 の後半ぐらいに今いるんですよ。結構ランカーなんです。全部で何人ぐらい。200万人です。クソ配信がいる。200万人。クソ配信がいる。いや、これ何が悪いって、これオートでできるんですよ。だから忙しくてもポチって押せばもういいんですよ。終わり。ポチって押せばもう回ってくれるから、あとはまた終わったなと思ったらポチってやればいいだけだから、あとはこれを詰めばなんとかなるんで。カッキーンですね。カッキーンです。でもまだそんな大丈夫です。まだ、はい、まだ推しが来たんで。はい。大丈夫です。てなわけでグレーゲー見てください。見てください。見てください。はい。というわけでした。おじさんに戻ります。おじさん。おじさんダメんだよ。はい、というわけでございました。はい、おじさんなめんなよ、ね、おじさんこれからこうやってハーブティー片手にサファイア探しに行かなきゃいけない。あ、今からね。今からこうやって、うん、サファイアどこ、行ってらっしゃい、ね。はい、誰も止めない、見たら来週サファイア持ってくんな。本当ですよね。絶対だよ、2人分ね。なんかちょっと趣旨が変わってきてますね。はい、はい、というわけで皆さん、また来週、バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。